さ、前回はあの姫野とかいう女にしてやられたな。しかし途中まではいいところだったんだが、ラッシーとかいうやつの助っ人が来た途端に調子が狂っちまったな。あいつは特に四課の奴らが持ってないような変な力を持ってる感じだったからな。じっちゃんの仇を取るにはまずあいつの秘密を探った方がいいかもしれねえな。お、チョリス、ラッシーです。あ、今ね、博士とビリと3人でバカ話をしてたところなんだよ。いやー、それにしても面白いな、博士。そうじゃのー、まさかブルーにそんな秘密があるとはのー、思いもよらなかったわ。いやー、ほんとでーす。それでさ、それでさ、お、なんだ、なんか今音がしなかったか。いや、特にわしは何も感じなかったぞ。そうです、それより話の続きです。あ、そうか、気のせいかな。ああ、それでさ、それでさ、おう、その話最高でーす。お、なんかやっぱり音が聞こえました。あ、そうか、俺は聞こえなかったけどな。うん、わしも聞こえなかったぞ。そんなことよりな、ピンクのやつがな。お？いや、やっぱりなんか音がしてないか？あ、あれは、サムライスピノだー。ラッシー、今日はリングの納めの日だ。わあ、なんだ、急に襲ってきたぞこいつ。やめろー、やめてくれー。待て、ラボがめちゃくちゃじゃん。ちょっと落ち着くじゃん、サムライスピノ。は、博士、とりあえずここは俺がなんとかする。お前は変身してくれ。よし、わしに任せろ。よし、行くぞ。変身じゃー、サムライスピノよ。観念するんじゃ。おらー、まあ、何がレインボーフレンズだ。貴様など噛み殺してやる。わあ、痛い、やられた。大したことないな、レインボーフレンズランド。果たしてそれはどうかな、サムライソード。なんだと、これを見てもそんなことが言えるか。なんだこいつらは。こいつらはレインボーフレンズとチェンソーマンを合体させたチェンソーフレンズたちだ。こいつらにかかればお前なんて雑魚同然だ。行け、チェンソーフレンズたち。おい、なんだ、やるのか。ああ、やめろ、噛みつくんじゃねえ。うわ、俺の体がこんな奴らごときにレインボーフレンズなんかにはやられねえぞ。うわあ、さすがはチェンソーフレンズたちだ。よくやってくれた。さて、サムライソードよ、なんで急に襲ってきたのか白状するんじゃ。くそ。まあ大方こないだ幽霊の悪魔にやられたことを根に持ってきたんだろう。ね、情けないです。やられたんだから諦めたらいいです。お前とやろう、今の言葉必ず後悔させてやる。あ、ま、待て、消えおった。くそー、逃がしてしまったでーす。くそー、己らしいめ、いつか必ずじいちゃんの仇を取ってやる。しかしあいつらレインボーフレンズとチェンソーマンの合体と言っていたら、よし、俺もレインボーフレンズと合体すればそんな力が手に入るかもしれない。使いそうなレインボーフレンズを探しに行くか。ん？あそこにいるのは、あいつはレインボーフレンズに間違いないな。おい、貴様。え、私ですか。そうだ、貴様だ。貴様以外に誰がいる。あなたは何者です。俺の名はサムライソード。じっちゃんの仇を討つためにラッシーを殺すのに協力しろ。え、あなたは何を言ってるんです。ラッシーさんは味方です。貴様にとってはな、だが俺にとっては敵だ。協力するのかしないのかはっきりしろ。協力なんてできません。そうか、そいつは残念だ。なら力ずくで協力させるまで覚悟するがよい。わ、なんなんです、あなたは。やめてください。うるせえ、黙って言うことを聞いていればいいんだ。あー、口ほどにもない。よし、あとは合体するだけだな。確かあのラボの中に合体装置があったはずだ。あいつらが出ていくのを少し待とう。いやー、しかしあのサムライソードってやつは大したことなかったな。弱かったでー。まあでも何事もなくて本当に良かった。バカみたいに大笑いして出て行きやがった。それじゃあゆっくりと合体装置を使わせてもらうか。
なるほど、これが合体装置だな。じゃあまずはこっちにさっき捕まえたレインボーフレンズパープルを配置。そしてこっち側には俺様が乗る。これで合体をすれば最強の侍ソードが誕生するに違いない。よし、行くぞ、合体だ。サムライパープルの誕生だ。見よ、このサムライソードの刀に凶悪なレインボーフレンズの体。これならばあのラッシーも八つ裂きにすることができるに違いない。そうと決まれば早速腕試しだ。おっと、向こうから来るのはレインボーフレンズのブルーだな。よし、この俺が切り刻んでやる。オラー、うわ、なんなんだな、君は。やめるんだな。うるせえ、死ねえ。うわー、やられたんだな。すごい力だ。パワーが全身からみなぎってくる。これならラッシーもやれるな。お前はビリー、俺はチェイソーフレンズたちを呼んでくる。時間稼ぎだ、任せてください。大胆なビリーが大胆に分身して大胆に時間稼ぎをします。ほらー、ビリーがなんぼのもんじゃー。わー、やばいです。これは3秒ぐらいしか持ちません。おー、ビリーの死体の山でーす。そう、もう来やがった。ビリー役立たず。でも大丈夫だ、チェーンソーブルーを呼んできた。チェーンソーブルー頼むぞ、サムライパープルを止めてくれ。うわー、いけるか、チェーンソーブルー。さあ襲いかかっていたサムライパープル、さあ襲いかかっていたサムライパープル、あーっと、瞬殺でチェーンソーブルーを倒してしまった。なんという強さ。くそー、ダメか、こうなったらチェーンソーグリーン頼む。ほらー、さあどうだ、チェーンソーグリーンなら止めることができるか。チェーンソーパープルをうまく押さえつけた。あー、しかしここで砕け散った。くそー、こうなったらチェーンソーブラック、お前だけが頼りだ。さあ同じようなタイプの2体が絡み合っている。これはどっちがどういう攻撃をしているのか全くわからないが、あっと、あー、刀で切り裂かれてしまった。強い、強すぎるだろ、サムライパープル。やばいぞ、この強さは。何が来たって同じことよ。くそー、こうなったらデンジ君と合体したサメの姿で対抗だ。これならなんとかなるだろう。いけー、おらー、かかってくるなよ。いおらー、倒せー、ぶっ倒せー。どうだ、オラー、やったー、やったぞー。やっぱりこの姿が最強だー。こうしてラッシー王国には平和が訪れたということです。おのれ、だがまだ第2第3のサムライフレンズが襲ってくるということを夢忘れるんじゃねえぞ。